はい、どうも、アレガバーケルルキャッチュルキャッチ、財前です。ということでね、もうそろそろ2020年の秋アニメが終わります。ってことは、もう冬アニメももう目前ということなんですよ。年が変わると、同時にほぼね、こう新しいアニメのシーズンがやってくるという感じです。なので、この季節の変わり目、今回もやります。アニオタの僕がチェックする2021年冬アニメ紹介動画。ということで、やっていこうと思います。まあ、とどのつまりはおすすめアニメの紹介ですね。来季どんなの見たらいいかわかんねえよっていう人のために、僕がチェックしているアニメを紹介するという感じですね。まあ、チェックするって言っても、まあ見れるアニメの1話は全部見るんですけど、まあその中でもね、これ面白くなるんじゃねえかなっていうアニメを紹介していく動画になっております。まあ、完全に主観で選んでるので、僕と好み近いなって人は僕が選んだアニメをチェックしてみて、あまり趣味が合わねえなっていう人は僕の選んでないアニメをチェックしてみるっていう感じで、参考にしていただけたらなというふうに思います。今回もアニメイトタイムズ様のサイトを除いてピックしていくので、ぜひともチェックよろしくお願いします。で、僕がどういう基準でアニメをチェックするかをこう選んでるか、その基準っていうのは、まあ、2020年、まあ、今年の秋アニメの紹介動画で話しているので、もし気になった方は確認してください。で、これは言うまでもないんですけど、あくまで事前チェックなので、面白くなるっていうことを保証するものではないっていうこともご了承ください。で、一応2期とかスピンオフ系のアニメは外してます。もう本当に1期見たらもう2期も見るでしょっていう感じで、多分趣旨に沿わないんで、はい。ただ僕が1期を知らなくて入ってたらごめんなさい、はい、っていう感じで、それじゃあ見ていきましょう。それじゃあいきましょう。まず1つ目、アイドリープライド。これはアイドルものでいいのかな。なんか主人公に神田沙也加さんという恐ろしい存在をねじ込んできましたね。まあ、主人公というか、キャスト欄の一番上にあるんで、まあ主人公なのかなっていう感じなんですけれども。なんか一人だけ歌が別格でうまそうっすよね。なんでこういう配役になったのかがめちゃくちゃ気になる。まあ、声優陣だけをパッと見ると、スフィアとトライセールだっけ。この歌う声優ユニットをこう周りに据える閉じ飲み子システムを採用してますね。そして PV の曲がとてもいい。このベースがグワングワ動いて、もうなんか音圧パワー。うおー音圧ーっていう感じで、いいですね。はい。まあ、大体アイドルアニメってリアルイベントのライブとかを見据えると思うんだけど、神田沙也加さんを呼べるのかっていう、そういうのがあるんだけど大丈夫なのかな。どうなんだろうね。もしかしたら神田沙也加さんのキャラが序盤に死ぬ可能性っていうのは全然ある。まあ、興味をそそられたのでチェックしようと思っております。2本目、裏世界ピクニック。これは何だろう、面白そう以上に言うことがないんだよな。なんか世界観と設定が面白そうだなーくらい。何だろう、どんな話なのかが分かんないっていう。なんか出てくるものは分かるけど、それがどう構築されて物語になるのかがちょっと分かんないんですよね。少女週末旅行に近い感じになるのかな、どうなんだろう。まあでもその雰囲気がねめちゃくちゃいいと思います。こういう世界観ってやっぱり惹かれちゃう。ヒロインちゃんが釘パンチ打ちそうな名前をしてるので要チェックですという感じですね。3つ目、 SK8。 これはスケボーがテーマみたいですね。なんかスケボーアニメって今まであるようでなかったんじゃないかな。なんかすごいいいところをチョイスしたような気がします。まあなんか時代もね、なんかヒップマイのラップみたいな感じでストリート系のテーマのアニメが増えてきてるから、なんかすごいいい感じになんかトレンドを入れてるなっていう感じがしますね。ただあらすじを読む限り、これスポコンじゃなくてなんか結構バトル、なんか裏バトルみたいなのがあって、なんかイニシャル D 的な感じを醸してますね。なんかビーフとかヒップホップとか、やっぱりこれはストリート系のアニメになるんじゃないかなというふうに思います。まあ面白いんじゃないかなこれは。スポーツをテーマにしたアニメってなんやかんや面白いっていうふうに着地するからね。はい、まあそんな感じでチェックしていこうと思います。はい、4つ目、俺だけが入れる隠しダンジョン。まあ主人公がなんやかんや最強になるアニメですね。まあ最強スキルを使う制約として性欲を満たす必要があると。まあ制約と性欲みたいな感じですね。さすがに富樫先生もびっくりしてるだろう。まあ PV 見た感じエロいあれですね。なんか未だに富田さんは家族を人質に取られてるんですかね。まあ、なんかここまで来るとアニメ会社で談合して富田さんの家族を誘拐してるんじゃないか説がありますね。うちちょっと今度せめてアニメやるんで富田さんの家族をよろしくお願いしますみたいな、なんかそんな感じのやりとりがありそう。おのれアニメ業界。てかなんで富田さんの話になってんだ。まあチェックしておきましょう。決してエッチだから見るんじゃないんだからねみたいな感じですかね。5つ目、雲ですが何か。これは小説家になろうでめちゃくちゃ人気のやつですね。噂の
一つみたいな感じですね。まあ期待の一作っていう感じですね。まあパッと見のビジュアルだけじゃこれどうやって話が展開されていくのかっていうのがわかんないので何とも言えないんですけど、まあ原作が人気なのでまあチェックするかなっていう感じですね。まあビジュアルがすごい可愛らしくまとまってんのに戦闘の迫力がめちゃくちゃすごくてめちゃくちゃ期待してます。要チェックですね。6つ目、激ドル。これ激ドル？激ドル？まあわかんないですけど、まあこのアニメに関してはもう完全に赤尾ヒカルさん目当てですね。僕赤尾ヒカルさんすごい好きなんですよね。なんか声優さん本人じゃなくて、まあ赤尾ヒカルさんが演じるすごい優しいキャラがあったかくてすごい好きなんですけど、まあ、本当にそれだけですね。はい。まあちょっと重めの世界なのかな？わかんないですけど、まあそれでアイドリープライドとまあどう差別化を図っていくのかっていうのが気になりますね。次、獣事変。これ怪物事変って書いて獣事変だそうです。これは怪異系のお話ですね。まあ、これ探偵系のお話でもあるんだけど、これどういう展開になるんだろうね。まあジャンプスクエアということなので、まあそれらしい展開にはなりそうですね。怪異の親玉が出てきてそれと戦うみたいな、それともなんか主人公が怪異に見入られるとか、なんかそんな感じの展開がありそうですね。本当にね、物語の筋があんまり見えないんですよね。何をどうしたらこの物語が終わるのかっていう最終目標みたいなのが見えないのがすごい気になります。まあ、PV を見る限りだと、まあ、全員かっこよくて可愛くていいですね。もう本当にこれは名前をよく聞くので全然面白いんだろうなって感じでチェックしていこうと思います。次、装甲娘戦記。まあ、簡単に言うと武装した女の子が未確認生命体と戦うぜ的な、まあ言い方あれですけどよくあるやつですね。まあ、PV だと結構なんか荒廃した世界観の中でこういろいろ戦っていく結構重めな世界観なのかなみたいな風に思ってたんですけど、なんかこの画像だとキービジュアルだとすごい明るい感じになってるんですけど、なんでだどうなんだろう、どっちだ、気になります。はい、9つ目、例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語。はい、わかりやすくていいね。タイトルで全部わかる、どんな漫画か。まあ、これは広告でこの漫画を見た時からすごい気になったんすよね。僕ゲーム好きなんで、まあ、ゲーム好きとしてはすっごい気になる面白いテーマだなとは思います。確かに終盤の村の人間ってよく考えたら絶対強いよね。なんであんなグレートドラゴンだなんだが徘徊してる場所で生活をしてるのかっていう、そこにしなくてもっていう感じよな。まあ、ドラクエわかんない人にはちょっとわかんないかもしれないですけど、まあ、でもドラクエ6を見る限り村の人たちも強いからな。まあ、わかんない人はライフポッドズシオマルで検索すれば出ると思います。はい、なんかいいですよね、こういうアホそうなアニメはすごい癒しになるのですごい楽しみです。要チェックですね。はいはい、ちょっとポンポンいきますよ。10個目、 2.43 聖蔭高校バレー部。これはスポコンだから見ます。もうそれ以外に理由はあんまないっすね。ただこれバレーボールアニメなんで結構ハイキューと比べられちゃうのかなっていう風に思うんですけど、まあでもハイキューは結構ね才能の暴力っていう感じがしますけど、こっちはなんか武骨な感じがしますね。こっちはリアル路線でシンプルにバレーをしそうな感じがしますね。うん、要チェックですね。はい、次、11個目、オリミア。これはわかりません。はい、申し訳ないけどわかんない。なんか PV とか見ても結構漠然としてて、まあ、恋愛と青春がこう織りなされていくっていうのはわかるんだけど、それ以外にどういう展開があるのかなっていうのがちょっとわかんないですね。ただ何もないけどそれが尊い的なあれかもしれない。青春甘酸っぱいストーリーですね。すごいこういうの好きなんでチェックしようと思います。まあこれ恋愛がメインになると思うんですけど、まあすごい気になったんだけど、キービジュアルのこれ一人余ってるよねいやまあ誰が敗北者になるのか見てやろうかなというふうに思います。イケメン美女しかいないんでね。次、12本目、無職転生、異世界行ったら本気出す。これも小説家になろうですごい話題のやつですね。登場人物が全員可愛いなっていう印象ですね。なんか作画とかもすごい丁寧で、なんか気合の入り方が他のアニメとは違って感じる。だいたい異世界転生ものってさ、だいたい転生してやり直すって筋書きだから、転生前をすっぱり切り捨ててなんか引きずることがあんまりないなって印象だけど、まあ、これあくまで聞いた限りなんですけど、まあなんか結構その無職だったその前世の心情みたいなものがなんか転生後にも生かされてるみたいなことをネットで見たことがあるので、まあ楽しみですね。まあ小説家になろうで人気はもうとりあえず見ていいんじゃないかなというふうに思うので、
はい、見ていこうかなというふうに思っております。はい、ということで最後13本目、ワンダーエッグプライオリティ、まあ、これはなんだかわかんないけど面白そうだから見ます。はい、まあ、キャラデザがめっちゃ良くて、脚本もドラマの方が書いてるってことなので期待してます。なんかグレートプリテンダーみたいにさ、なんかアニメ好きな人はこれチェックするよねみたいなアニメになるのかなっていう風に思います。すごい全体的に綺麗ですね。うん、そんな感じがします。主人公ちゃんが可愛いです。まあエッグとか謎な単語は多いですけど、はい、ちょっと期待してみようかなとは思います。まあ大体この類のアニメって1話見ればどうなるかっていうのはなんとなくわかるので、すごい1話楽しみですね。はい、はい、ということで以上13作品ですね。僕が前評判やあらすじを見てこうチェックしようと思ったアニメになります。はい、まあフィーリングで全部書いちゃったんですけど、まあ、僕的にはね、調べたらわかる情報をこう書き連ねられるより、こうなんで見るのかなっていうのをなんかフィーリングを書いてもらった方が僕個人としては参考になるので、まあ、そんな感じで、もし情報を求めていた方がいらっしゃったら申し訳ありません。はい、ぜひとも参考にしてください。はい、そんな感じです。今期はね、ライトノベル原作だったり凝った世界観を構築してるアニメがすごい多いので、どれを選ぼうかっていうのはすごい迷いますね。だからこれをこう自信持っておすすめっていう風には言いづらいっていうところがある。その世界観についていけるかいけないかっていうのを判断しなきゃいけないからね。もしね、視聴者の方で冬アニメの作品でこれ原作知ってんだけど面白いぜみたいなアニメがあればぜひとも教えてください。はい、ということで、まあ、僕は普段アニメを見てその反応を動画にするアニメリアクション動画を、投稿しております。まあ、海外の反応とかでよく見るあれですね。はい、興味があったらぜひ見ていただけたらなというふうに思います。そして、来期のリアクション予定なんですけれども、まあ、今現在だとリゼロが確定で、まあ、それ以外ちょっと迷ってるっていう感じですね。まあ、ほぼ確定でいいのは五等分の花嫁の2期かなっていう感じで、すごい今迷っております。もう見るとしたら無色転生、雲ですが何か、獣事変、まあちょっと特殊な事情がありますけど、テンスラの2期、いろいろちょっとどうしようかなっていう風に迷ってる状況であります。なのでね、もうぜひこのアニメ絶対人気出るよ、このアニメの原作絶対面白いからっていうのがあったら本当に教えてください。始まる前ならリクエストに答えられるかもしれないですね。はい、ということでこんな感じで終わろうと思います。まあ、冬アニメはね、面白いアニメもそうなんだけど、人気アニメの2期が非常に多いので、本当にね、この1期だけで選ぶっていうのはすげえ難しかったんですけど、まあ、参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、ということでなんかコメントあればください。おすすめアニメだったりね、このアニメ期待してくださいとか、いろいろ本当に待ってますので、よろしくお願いします。そして、当チャンネルイメージキャラクター、檜山くんと早見ちゃんのファンアートも募集しておりますので、よろしくお願いします。はい、そんな感じで終わろうと思います。以上、財前でした。バイバイ。